告の未熟な捜査では新しい証拠の提示など無理でしょうけど、なんかこう薬品系使ったんじゃないかなっていう気がするんやけどな。未熟とはどういうことですか？大英帝国では現場に残されたものは全て警察が保存して調査をします。でもこの国では捜査は一度きりでおしまい。そうでしょ？ラックワンとしては本日もバッチリ営業しております。だから状況が変わったの。待て、ちょっと何急にどれ、なんか言いたいことあるみたいですよ。状況が変わっても新しい証拠など提出できるはずもない。そして未熟な刑事たちも何の疑問も感じていない。よろしいですよね。なんというかおおらかで。ごめん、ほとんど話入ってきてないよ、ソナガのせいで。あはー、これは痛いところついてきますな。さすがですな。なんだか、あのケンジさん、気のせいか逆に大人物に見えてきたぞ。そうねんで、完全に気のせいだと思うぞ。気のせいやぞ。なるほど。それにしても今のジェゼールさんの証言、どこかで一瞬気になることがあったよ。あったね。横の子やろ、コン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 打ってる子やろ。どうだ、なるほど。でもダメだ、いくら揺さぶってもなんだか手応えがない。思った通り、なかなかしたたかな女だ。何か手を打たなければ尋問が終わってしまう。そんな何かないのか。これなんて、あの古来美女、古来的な感じよね。美女の証言を崩す手がかりを。あ、そうぎ。なんだ、なるほど。実は一つ気になったことがあるんだけど。気になったこと？それはあのレディか。それが違うんだ。その隣、細長刑事なんだよ。刑事？最後の証言でなんか気になる反応したんだ。何か利用できないかな、刑事さんのあの反応。どう思う？なんかコンコン言い出したよな。一つ俺に考えがある。もう一度あのレディの最後の証言を揺さぶってみる。え？俺たちの今度の標的はあの澄ましたレディじゃない、その横の刑事さんだ。わかった。遊び何か思いついたね。なんかあっちの細長がなんかピンときとるってことかな。レディの最後の証言もう一度揺さぶってみよう。オッケー、任しとき。あのバタが一度やけどおったのか、ビューティーをいただいた時、私教授と遺体見分の経過も銃弾で撃たれた以外何の痕跡も残さずに。これですね。まあ帰国の未熟な捜査では新しい証拠の提示など無理でしょうけどっていう、この煽り文章を揺さぶって。未熟とはどういうことですか？大英帝国では現場に残されたものは全て警察が保存して調査します。でもこの国では捜査は一度きりでおしまい。そうでしょ。まあ楽案としては本日もバッチリ営業しております。だから状況変わっても新しい状況。どうしたここでなんかあいつ気になっとるってことね。だから状況変わっても新しい証拠などあるってこと？そう、ここだ。ミス・ジェゼールの言葉に刑事さんが反応している。さっきまであの刑事は彼女の通訳として証言台に立っていた。しかし今状況は大きく変わった。細長刑事はレディの証言を聞く立場になったのだ。もしかしたらこいつは絶好のチャンスかもしれぬ。どういうことだ？人は自ら証言している時は隙を見せまいと身構えているもの。しかし他の者の言葉を聞くとき、彼らは無防備になる。確かに、すっかり考え込んでるぞ。爪見てんな、ずっと。今こそ、あの刑事を問い詰めるとしよう。問い詰める？なるほど。これから他の証人を見るカーソルについて説明する。チュートリアルですね、カーソル。俺たちは今、証言をしているあのレディを注目している。カーソルを十字キーですね、で移動すれば他の証人を見ることができる。そして他の証人を見ているときはまるで問い詰めるを行える。油断している証人の隙をつけば新しい情報が引き出せるやもしれぬ。怪しい気配を感じたら
迷わず見回す、覚えておくといい。 OK、 見回す、これが今後出てくるってことね。これ逆転裁判の時になかった。おのコン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 、これで見回す、見回す。あ、なるほど、向こうで喋ってるけどこっちの方は爪見てるよっていうこと。これ問い詰めましょう。ちょっと言うた、何ですか、何事で、うん、大丈夫、ごめんね急に、すみません、まさかそこまで驚かれるとは。恐るべし、心の隙。今何か深く考え込んでおられたようですね。隣のレディの証言を聞いて、何か言いたいことがあったら聞かせてください。うるさい、アウチ、シリーズアウチ。何ですかこれは。今証言をしているのはかの英国のレディですぞ。この言葉に問題がなければ尋問は即刻終了すべし。あ、そうなんやけど、そうなんやけど、アウチ一回し。あ、そうなんですか。そうはいかない。え？証言台に立っている以上、細長刑事も立派な証人である。そうである。そう、それにこの刑事さんは事件の関係者でもあります。細長刑事。何か申し述べることがあるか、ただいまの証言について。なんか言いたげやったよ君、どう？もう一回チーフ言ってちょっと教えてください。それでは恐れながら申し上げたいと存じます。どうレディ、どんな気持ち？やばいと思ってる今。確かに我が国の帝都警察の捜査はまだまだ未熟です。だからこそこの私、細長だけは常に完璧でありたい、そう願ってるのであります。完璧ですか。だからこそこの私、細長はあの事件現場から手当たり次第持ち出してやりました。現場保存を振りかざして、お前マジか、あ、やったなお前、たとえ現場泥棒と呼ばれようと私はやってやりましたよ。ダメなんやろけど、ダメなんやろけど、今回に関しては万歳やで。現場泥棒、優秀。どうやらレディの言葉は刑事のプライドを傷つけたよ。例えばこいつです。あ、なんかピンときてる、ピンときてる。それはもしかしてあの日私が被害者の食卓に運んだ炭酸水です。あれから3日、今ではすっかりただの水になってしまいましたが、こいつはかつて炭酸水だった。そう、誰が何と言おうともどっちでもいい。それは多分なんか薬的な入ってんじゃん。ボトルの中にまだ残ってるみたいな水が。いずれ来たるべき新世紀には我が国の警察は世界中、私は細長はそう信じているのです。大丈夫？その水飲んだりしてないよね君。証人自身は理解できないが、その主張は理解した。その美しいガラス瓶を証拠として受理するものとする。ちょっと調べさせてほしいんですけど、これ恐れながらミス・ジェゼル、そなたと被害者が事件当日に飲んだものに間違いないであろうか。どうなんだい。ええ、そのガラス瓶でしたわ。なんだろう、今目をそらしたように見えたよな。そらしたよ。あれ絶対必要なやつやで。それでは尋問に戻るものとする。刑事はもう少し自分を抑えるように。ケフって言ったやん。じゃあ一回瓶調べていいかな。読めへんしな、これ。ラベルには見たことのない外国語が書かれている。なんて書いてあるんだ。そう、どうやらフランス語のようだ。こいつは高級品なの。僕は何て書いてあるか聞いてるんだ。フランスへ行って聞いてこい。素直に知りませんって言えばいいの。そうやぞ、葬儀。いつまでもかっこよくおらんでいいんやぞ。知らんもんは知らんと言えよ。何か中に入っとるわけでもないし。あれ？なんかある？あの時、ワトソン教授が飲んだという炭酸水か。まだ少し残っているようだな。もうただの水だが。あ、そういえばちょうど喉が渇いてるんだよな。もう飲むなよ絶対に。
ちょっとこいつで喉を潤しておこうか。いやいや、やめておけ。なるほど。少なくとも事件の証拠を飲み干すべきではない。ああ、そりゃそうだな。何が入ってるかわからないし、貴様にはいろいろな意味でびっくりさせられるな。意地汚いって言ったよね、この炭酸水。何が入ってるかわからないか。どうした、なるほど。急に黙り込んで。もしかしたら可能性を見つけたかもしれないぞ。毒が入ってんのか。ありそうやぞ、それは。もうこの時代にその毒薬をこう感知するもんとかあんのかな。じゃあこれで手段としてこれを突きつけてみようかな。いけ。これは先ほどのガラス瓶であるか。被害者に殺害の痕跡が残らない手段が一つ考えられます。それはもちろん毒です。と、毒？被害者のワトソン教授はあの日この炭酸水を飲みました。その中に毒が入っていたのではないでしょうか。あの細長飲んでないよね、さっきから血吐いてるけど。そしてそれを飲んだ時、教授は亡くなった。ってことは結構秒で死ぬ毒ってことにしては細長生きとるけん、細長大丈夫そうやな。静粛に、静粛に。あの日被害者と同じ食卓にいて毒を入れることができた者は一人しか存在しません。それはもちろんジェゼール・ブレッドさん、あなたです。どう、どういう気持ちで。貴様、根拠もなく何ということを。学生不正でも現在我が国が置かれた立場は分かっておろう。我が大日本帝国は大英帝国と友好条約を結んだばかりなのだぞ。貴様の無謀な告発によってその関係を破壊するしか。ここは政治の場ではない、人の罪を裁く法廷である。なんだと。大英帝国のレディであろうが関係ない、罪があるかないか、それだから。一言よろしいかしら。レディの侮辱可能時点。シャープ。しませんでした。黙るのはあなたですわ。はあ、すいませんでした。ごめんなさい。なんだこの異様な迫力は。こいつ何なん、な、誰なんこいつ。先ほどは大変失礼なことを申し上げましたわ。私、心よりお詫びいたします。それは何のことですかな。この国の警察の捜査は未熟だと。しかしいくら未熟とはいえ、さすがに調べましたわね。このガラス瓶の中に毒が混入しているか否か。どうなんだ細長、調べたのか。当然でございます。え、先ほど申し上げたはずです、この細長常に完璧でありたい、そう願っていると。まさか。当然このガラス瓶の中身は検査をしております。なんと、それで結果は。現在、我が国で可能な毒物検査を全て行った結果、この炭酸水にはいかなる毒も混入しておりません。嘘だ、絶対嘘だ。なんだと、間違いないのですか。帝都警察監察医長が直々に検査した結果です。なんで、もう絶対毒で終わると思ったのに。この国の皆様にお礼を言わせていただきますわ。この私の潔白を立証してくださったのですわね。感謝いたします。もちろんその通り、データが無用で進んでいるね。どうする、なるほどくん、やば、今ヤバ谷炎状態。なんということだ、こんなバカな。毒殺を考えれば全て筋が通るというのに。待って、裁判長待って、ストップ。どうやらこの尋問で全てがはっきりしたようである。やはりこの凶器の銃弾以外殺害の手段は存在しなかった。そしてその犯行は凶器を手にしていた被告人以外不可能である。もうダメだ。く
そ。エディよ、時間を取らせてしまい大変申し訳ありません。どんまい、どんまい、分かればよろしいのです。弁護人よ、念のため確認しておくが、この他に何か提出する新しい証拠はあるか。え、ちょっと待って、何の話してんの。あそぎある、あそぎある、なんかすまない。なるほど、証拠はもうない。それでは皆様これにて失礼いたしますわ。裁判長、一回アヒルさん調べていいですか。頭のアヒルさんだけ調べてもよろしいでしょうか。あれ一番怪しいです。どうしよう。待った。え、誰、あ、可愛い子、誰、お待ちくださいまし。え、なんかあの子は、そなたは何者であるか。なんか取りに行くって言ってたよね、なんかをね。審理を中断させてしまい申し訳ございません。被告側弁護人の法務助手、御言葉すさとと申します。すさとちゃん、言いにくい、言いにくいけどめちゃくちゃ可愛いよ。御言葉教授の娘みたいな。追い詰められた最後の瞬間、彼女は凛として現れた。その手に小さな風呂敷包みを握りしめて、同日午後1時14分大審院第二五号大法廷。なんかスタ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 あのスサトちゃんっていう女の子ね、御言葉スサトちゃんという子がですね、助けに来てくれてね、もうそれもドラミちゃんのごとく助けに来てくれたんですけど、それで法務助手を審理中に何用である。何者かと思えば法務助手、しかも婦女子とは。そもそもこの大審議、婦女子の立ち入りは許されておらぬ。なんで。それは承知しております。ほんの5分だけお時間を弁護人に渡さなければならない証拠がございます。あ、もう遅いわ。審理はすでに聞き捨てぬだ。帰れ帰れ。5分、それ以上待つことはできない。裁判長か。ありがとうございます。何持ってきたの。え、なんでそっち行くの。え、真ん中でよくない。あなたは時間がございません。早速こちらを。これは英語で書かれている何かのレポートみたいな。ジェゼール・ブレッド様の研究資料でございます。え、何それ。あのレディの、先ほど審理が再開してから有名大学へ行ってまいりました。そして医学部のワトソン教授の研究室でこれを借り受けたのです。そうか、レディはワトソン教授の研究室で学んでいるのだったな。もしかしてその研究が何か事件と関係があるのですか。わかりません。何しろ私自身はこの審理を聞いておりませんので。あ、そうか。とりあえず見よう。クラーレの人体に及ぼす効果、反応および特徴についてか。クラーレって何？何？クラーシ、安心クラーシじゃんしか知らない私。クラーレ？何のことだ？聞いたことがない。時間ですぞ。場をわきまえぬ法務助手に速やかな退廷を求める。時間がなくて詳しく読むことはできませんでしたが、資料の最初に内容を簡単にまとめておきました。よろしければ目を通してくださいませ。わかりました、ありがとうございます。めっちゃ優秀やないか、この子。何ずっとおってほしいんやけど。え、おってほしい、おりやっこ。それではご分を。え、なに、え、ずっとおってほしい。え、な、え、な、英国からの客人をこれ以上待たせることはできない。リゼル、ちょっと待っとき。最後にもう一度だけ確認しておくが、検察側、弁護側とも新しい証拠の提示はもうないであろうか。もちろんございません。審理はすでに十分かと。なるほど、貴様には選択の余地など存在しない。これが文字通り本当に最後の機会だ。ああ、分かっているよ。
証拠の提示をお許しください。なるほど君、その前に見せてください。南アメリカの密林地帯においてある樹木の樹皮から生成される、この地の狩猟民族が古くから獲物を狩る際に使用してきた。特性ごく少量で瞬時に全身の筋肉を麻痺させて死に至る猛毒。吹矢など傷口から体内に入った時毒性を発揮する。全身の筋肉が麻痺するという特性から麻酔薬としての利用が考えられる。全身麻痺により患者の呼吸が停止する問題の解決が課題となるであろう。まあ、よくわからないですけど。その目、日本男児の諦めを失う燃える目である。証人、ミス・ブレッドよ。よろしいでしょうか。あら、何でしょう。よろしければ、もう少しだけお付き合い願えますかな。せっかくのお誘いですけど。そろそろ、午後のお茶の時間ですの。ダメです。午後の紅茶は後にしてください。恐れ入りますが、ミス・ブレッド。願えますかと尋ねましたが、これは妖精である。そう捉えていただけますかな。紅茶とかも二度と言うなよ。前から思っていましたが、日本人の言語は論理的ではない。それはわかります。恐れ入ります、レディ。この裁判じゃこっち側についてきてる気がするな。それでは弁護人よ、提示するがよい。この審理で検討するべき新たな証拠とは、もうどう考えてもこれないね。今のタイミングで来たってことはもうこれしかない。これじゃなかったらびっくりするわ。デゼール・ブレッドさん、有名大学ではワトソン教授の研究室で研究されているそうですね。どうなんだい。しかも何の偶然か、猛毒の研究を。何ですと。猛毒、それは一体どういうことか。その名はクラーレ。ほんのわずかな量が体内に入っただけで即死する猛毒です。何を夢みたいなことを言い出すのだ貴様たちは。クラーレだと。この毒物聞いたことがない。当然だ。なんだと。聞いたことなどあるはずがない。何しろ我が大日本帝国にはまだ存在しない毒物なのだから。存在しない。そうなんです。つまり帝都警察がいくら検査をしてもその毒物は絶対検出されない。なぜならこの国ではそれを検出する方法が存在しないのだから。なんだと。まだその毒物が日本にないって、それを調べ上げる結果もないってことよね。静粛に。そのような猛毒本当に存在するのであろうか。この大英帝国の留学生による研究資料によれば、南アメリカの狩猟民族の間で古くから野毒として用いられていて、ヨーロッパの科学者医学者の間ではよく知られた存在であるようです。野毒。アマゾンのジャングルに群生する樹木の皮から抽出される猛毒で、今世紀初頭探検家がヨーロッパに持ち帰りその存在を知られるようになった。これを塗った吹き矢が刺さればその獲物は瞬時に死ぬそうです。そうですね、レディ。どうなんだいレディ。アウチ一回今黙ってくれかな。そんな主張もむちゃくちゃですぞ。さまざまこんな猛毒が体内に入ったのならば、被害者はもがき苦しみ抵抗したはず、店内の者が気づかないはずがない。確かに。どうだったのか、刑事よ。どうなの。もちろん、そのような騒ぎがあれば、当然気がついたでしょう。確かに、教授が苦しんだ様子は記憶にないな。この資料によれば、逆であるようだ。なんだと。逆。被害者が苦しむ素振りを見せなかった。それこそが、クラーレが使用された証拠と考えることができる。それは、どういうことか。説明を願おう。この毒は、
体内に入ったその瞬間、全身の筋肉を麻痺させるそうです。つまり力が完全に抜けて動けなくなる。たとえ苦痛があったとしても、それを表現することができない。なんという。当然、力が抜ければ被害者は倒れてしまう。だが、椅子を使って体を支えれば騒ぎにはならなかっただろう。でも、遊びどうもよくわからない。筋肉が麻痺するだけでどうして即死なの？確かに、なんで？なんで？非常に恐ろしい話だ。猛毒によって全身の筋肉は瞬時に麻痺して被害者は動けなくなる。そしてその麻痺は最終的に呼吸を司る筋肉を停止させる。あー、なるほどね。呼吸を、つまり直接的な死の原因は窒息ということになります。その間被害者の意識は生きている。ただ動くことができない。えぐ。そんなことは見ている者にとってはほんの一瞬、眠るような即死だが、被害者にとってこれほど残酷な死はない。それがクラーレという猛毒の正体なのです。めっちゃえぐい殺し方するやんか。ジェゼルと今どんな気持ち、レディ？このガラス瓶の中にそのような猛毒が入ってるというの。そんな、いい加減な言い分があるか。未知の毒だから検出できません。だと？ふざけるな。一言よろしいかしら。何？学生が理屈ばかり。おうちがすみませんでした。学ぶのはあなたですよ。はい、すいませんでした。うち、ごめんなさいでした。つまり、これが日本人のやり方というわけかしら。どういうことですか？勝手に他人の資料を盗み見て、自分で発見したかのように勝ち誇る。まさに熾烈。そう言わざるを得ないわね。恐れながら、お互い様と言わせていただこう。どういうことかしら。他人の無知につけ込んで堂々と罪を逃れようとする。これもまた卑劣。そうは思いませんか、レディ？ブーメランって言うね、それ日本では。とにかくこのアウチ認めるわけにはいかない。大日本帝国に存在しない毒などまさに繁殖なり。何がおかしい。何笑ってんねん。これが何笑てんねん。ジャパニーズ何笑てんねん。Excuse me. 裁判長様でしたかしら。何ですかな、ミスブレッド。そのガラス瓶、ちょっとよろしいかしら。渡すなよ、芝生券。人芝生券やめときや。ああ、よろしい。良いでしょ。アウチ殴られる。え、何？あ、のむき？え、高っ。もこみちかよ。思い上がらないことね。ちっぽけな極東の島国の皆様、どういうことでしょうか。英国人の目から見れば、ここで行われていたのはまるで子供の遊び。警察ごっこに裁判ごっこ、それはそれは微笑ましいこと。でもそろそろ子供の遊びは終わりにいたしましょうか。チース。チースって言った？なんて読むのあれ。全然飲んでも大丈夫ですよってことか。あ、なんてこと。美味しい？でも炭酸抜けてるって言ってたね。気の抜けた炭酸水。まさにこの場にふさわしい一杯ね。ちょっと待って待って。一回し。煽るんやめてほしいわ。どうしよう。みんなびっくりよ。死ぬんちゃうって。でも死なんのよね、多分。もうちょいさ、クラーレのことについてしばらく、ちょっと詳しく聞きたいし、ちょっと待って、ストップ。あら、どうしたのかしら、皆様。そんな顔なさって。その、ガラス瓶に、クラーレは入っていなかった、というのか。ふふ。
信じられないという顔ね。でもそれが現実なの。私の研究をこの場で発表してくださって感謝しますわ。ご苦労様ね、坊や。それじゃあ裁判長様。ちょっと待って、ストップ。あ、何でしょうかな。今度こそ失礼してよろしいですわね。十分お付き合いしましたわ。両国の友好関係のためにね。恐れ入りますけど、感謝の言葉もございません。待って、なんでストップ。こんなバカな、このガラス瓶には猛毒が入っているはずなのだ。でもそれならばなぜ、あの女はそれを飲み干して平然と生きているんだ。わからぬ。極東の小さな島国で戯れに見た一幕もの喜劇。我が大英帝国への愉快な土産話といたしましょう。あのガラス瓶に猛毒は入っていたのかどうか、そしてもし入っていたのなら彼女が倒れない理由は何か。中には揃っているはずだ。あのガラス瓶、猛毒は、ちょっと待って、いろいろ見さしてね。傷口がないと効き目はないってことじゃないの。ごく少量で瞬時に全身の筋肉を麻痺させるけど、条件としては吹き矢などの傷口から体内に入った時にそれを発揮する。言ったらこれやね、やっぱりこれや。これ単品で飲んでも何の効力もないけど、一応セーブするね。あの先生に関しては、ワトソンさんに関しては麻酔をした後やったからそれが効いたけど、この子には効かんってことや。入ってる。ワトソン教授が飲んだ炭酸水に犯人の猛毒クラーリを入れた。僕は、弁護側は主張を変えるつもりはありません。貴様は一体今何を見ていたのだ。このガラス瓶に毒など入っているはずがない。なぜならその水をレディが飲んだからですか。そう、明らかに矛盾しているわね。その矛盾を解決する答えがあるかもしれません。なんだと。もう僕は分かってるぞ。全て目の前にある謎を一つずつ考えていこう。その答えは必ず法廷記録の中にあるはず。ピンときてますよ、私。それでは被告人、いや若き弁護人よ、ありがとうございます。そなたに証拠品の提示を命ずる。クラーレの混入した水を飲んだにもかかわらず、この証人が無事だった理由とは。これやろ、これより条件が揃ってないけん毒が発揮してないってことですよ。ということです、裁判長。その答えはもちろん証人の研究資料の中にある。うるさい、アウチ。そんなもの答えになっておらぬ。え、何しろ我々は英語などさっぱりとこれ理解不能ね。そうじゃない、こんな生意気な若造め、バカにするな。バカにはしてないし、威張るところでもないよ。今からバカにする気一回し。確かにこの資料はあまりにも膨大すぎるようだ。ではさらに弁護人に提示を求めるものとする。膨大って3ページぐらいあったやろ、日本語でも部分。この資料どの項目にそなたの主張、特性やろ、ちょっと特性やんな。これの特性部分ですね。この特性部分が大事なんですよ。特性の項目。今クラーレのことをいろいろ聞いていて、一つ気になったことがありました。気になったこと。この毒薬は昔から狩猟民族が使っていて、吹き矢の先に毒を塗って獲物を狩るわけですよね。さよう、そのようである。それで狩った獲物はみんなで食べるわけですよ。それが何だというのだ。でも獲物の体内にはさっきの吹き矢の猛毒が残ってるわけですよね。確かにそうだ。
通食べませんよね。恐ろしい猛毒を持った獲物なんか。それは無論食べようとは思えぬ。それで気がついたんです。この研究資料、特製の項目にこう書かれているのです。傷口から体内に入った時毒性を発揮すると。傷口から、わざわざそう書かれているのが引っかかったのです。つまりこの資料から読み取れる事実はこうです。クラーレは傷口から体内に入ると恐ろしい猛毒だけど、口から入ったクラーレには毒性は存在しない。なんだと？デゼールさん、あなたはこの猛毒、クラーレの特性を知っていた。だからあれほど自信たっぷりに飲み干すことができたのです。どうだジェゼール、この生意気な、え、あ、振り切ってるの、ガキめが、え、待って、怒ってる怒ってる、なんかアヒルさん動いた。生き物だったんだね、アスロギ。なるほど、貴様は俺の思った以上に優秀な弁護士だったぜ。アスロギ、この僕が弁護士、その都合のいい毒などあったらたまるか。第一、そんなのが売れちゃって、すいません、アウチの時だけそれ言いますね。無知なお子様が知恵というおもちゃを手に入れたってわけ。でも慣れないおもちゃを振り回したって滑稽なだけ。どういうことですか。ボクちゃんの雑な主張には致命的な矛盾があるってこと。ボクちゃん、ボクちゃんで、君は。なるほど、ボクちゃん。あ、それもボクちゃん。矛盾。想像の通り、クラーレは飲んでも安全な猛毒よ。人の胃液の酸と反応して吸収されなくなると考えられているわ。そういうことなんですね。なんだ胃液って、胃に入ってる液やで。でも飲んでも安全な猛毒だったのならば、哀れな教授が炭酸水をガブ飲みしたって死ぬはずがないじゃない。じゃない、確かにその通りである。みんな本当に無能なんかな。それが科学よ、お分かり。ボクちゃん、ボクちゃん、ボクちゃんちゃんちゃん、静粛に静粛に同じ猛毒を飲んだのであれば、当然その結果は同じである。それではつまり、このクラーレという猛毒は事件と無関係ということですね。そういうこと。それぐらい文明から取り残された僕ちゃんにもわかるわよね。同じ格好してるアヒルと。この感じ、初めて感じた。自分の中からほとばしる矛盾に対する確信と怒りにも似たこの感情、全てぶつけてやるんだ、この指の先にいる獲物に。